ハックニー・キャリッジ。ハックニー・キャリッジ。ハックニー・キャリッジとは、イギリスにおける、タクシーの正式名称である。ハックニー・キャリッジは、イギリスで1662年に、認可された、辻馬車、現代でいう、タクシー用途が由来であり、1901年からは当時、登場間もない自動車も使われるようになった。馬車も20世紀後半まで使用され続けたが、 現在ではすべて自動車が使用され、2種あるイギリスタクシー区分の一方で、流し運行が許可されているものを指す。2種の区分もイギリス政府により統合が推奨されている。ロンドンではロンドンブラックタクシーという愛称で呼ばれ、日本ではロンドンタクシーとして知られるタクシーのイギリス全体での正式称である。M25 道路を含むロンドンではパブリックキャリージオフィス。 パブリックキャリッジオフィスが認可し、ロンドン以外のイングランド、スコットランド、ウェールズなどでは、ノンイコールメトロポリタンディストリックとカウンシル、ノン、メトロポリタンディストリクトカウンスルズや、ユニタリーオーソリティ、ユニタリーオーソリティズと呼ばれる行政機関が、また来た、アイルランドでは、環境局が認可している。チャールズ2世の第2、最初のハックニーキャリッジ法ができ、 1662年に認可された。馬で引いたキャリッジに対して与えられたもの。市街地で使われた四輪二頭縦六隻の軽量なものがハックニーキャリッジ。一方、町と町を結ぶものはより頑丈な仕様でハックニーコーチと呼ばれた。ハックニーコーチは後にステージコーチ、駅馬車と名前が変化した。なおステージコーチ、ステージコーチは 映画、駅馬車の現代であり、一方、ハックニー・キャリッジなど、タクシー用途の馬車を、日本では、辻馬車と訳した。辻馬車に該当する、馬車スタイルは、多数ある。1834年になって二輪一頭立ての、ハンサムキャブ、ハンサム、キャブとなり、近代化された。ハンサムキャブは二人、詰めても三人しか座れなかったが、 より大型の馬車が混雑で立ち往生している。ローン市街でも脇をすり抜けて早く目的地に着けたこと。さらに一等立てだったため馬のコストがかからず、運賃も安価にできたことから人気を呼び、イギリス中はもちろん世界の都市で使われるようになった。ハンサムキャブは2輪に一等立てでサスペンションを持つ、フランス起源のカブリオレに改良を加えたものだった。ハンサムキャブは、 自動車ベースのハックニー・キャリッジに置き換えられるまで使われた。初めて自走式になったハックニー・キャリッジは自動車の歴史と同じく電気モーター駆動だった。その後20世紀になって来年期間で駆動されたハックニー・キャリッジとなる。1901年だった。その後も馬引き形態は自動車ベースのものと約50年間以上混在していた。 ロンドンでの最後の馬引きハックニー・キャリッジは1947年にその業務を終了したが、その後もイギリス南西部トーキーの国ントンなど一部の地域では継続されていた。2006年時点でのイギリス法規制では、ハックニー・キャリッジとは流し運行を許可されているタクシーのことを指す。これは道端で手を挙げて乗車可能なタクシーである。対して一般にミニキャブ。 ミニキャブスとも呼ばれるプライベートハイヤー、プライベートハイヤーがあり、こちらは事前の予約か事業者オフィスに出向いての乗車が必要なタクシーあり、流しはできない。いずれも行政当局より認可されているタクシーである。2004年の初頭からイギリス政府は地方行政に対してタクシー業務としての2種類のタクシーキャブ区分を廃止させ、 一つのハックニー許人可制度として統合するよう指導している。ハックニー。ハックニーとは、ロンドン市内の自治区分ハックニーからではなく、ラテン語エキス、馬を語源とするフランス語、ヘイイキニー、アクネーに由来する。ヘイキニーは、同じフランス語アンブル、アンブルと同義で、同じ側の両足を片側ずつ同時に上げて歩くもの。日本語では、側タイフと呼ばれる。ウォーク。 上歩より早いがキャンター、駆け足やギャロップ、周歩よりは遅い、トロット、車体負の速歩やペースより乗り手に優しく、トレール、外乗りなど、長時間の乗馬に向いている。フランスではこのアクネが、ホースフォーハイヤーつまりタクシーの意味としても使われた。また、イギリスでは、オックスフォード時点によれば1200年頃には、ハックニーの意図して、馬の品種の一つを、あらわのに用いられており、 中程度の大きさと質の馬。通常乗馬用に使用され戦闘用、狩猟用に引用とは異なるとされている。ハックニーは、その後、ホーセス・フォー・ハイヤー、有料貸し出し一時利用の馬を意味するになり、やがて、フォー・ハイヤー、有料貸し出し一時利用そのものを意味するようになる。ハックニーは、ハックニー・キャリッジや、ハックニー・コーチ以外にも、ハックニー、セダン・チェアなどで使われた。 ニューヨークでは、ハックスタンド、ハックスタンドや、ハックライセンス、ハックライセンスが、ハックニーキャリッジから派生した言葉として使われている。エンジンがついたハックニーキャブは、昔から黒色に塗られており、一般にブラックキャブ、ブラックキャブスと呼ばれる。黒でない色のものもあり、広告などで使われる場合にはブランドを示すペントが、施され目立たせられることもある。ゴール。 デンジュビリーと呼ばれた2002年のエリザベス2世位、在位50周年記念では50代が金色に塗られて式典を祝福した。イギリスではハックニー・キャリッジには伝統的な4ドアサルーン、セダンモデルが使われている。例外もありロンドンなどいくつかの大都市では、その運行会社向けに特別仕様のものもある。その一例はロンドンタクシー・インターナショナル・ルティのもの。 後席に5人乗りできるものが通常仕様だが改造され認可を受けた6人乗車のものもある。荷物入れは乗客のコンパートメントからアクセスできるものか、またはフロントの運転席の隣からとなる。車両にはフロントには乗客を乗せるシートはない。乗降する側のドアはオリジナルから交換される。2001年からは車両全てが 車椅子を後方に乗せられるように義務付けられている。ブラックキャブは回転直径25フィート。最近ではピープルキャリアと呼ばれるタイプの車両を日本のミニバンに相当を使おうという提案もなされている。ロンドンではハックニーキャリッジの運転手はザナレッジ、ザナレッジと呼ばれる試験に合格しなければなれない。これはロンドンの道に精通していることを意味する。 ハックニーキャブとして様々なメーカーが様々なモデルを作っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。